モールムネスポーツレジャームネイオンモール草津は滋賀県草津市にあるショッピングモール。イオンモールが建設し2008年11月26日に開業した西日本最大級の商業施設としており全長約400メートルに及ぶ大空間のエンクローズドモールには各テナントのイオンスタイル草津と186の専門店及びイオンシネマが入居する。 証券は、自動車30分圏内の約20万世帯、約55万人としている。開業から約1年5ヶ月後の2010年4月28日には、スポーツレジャー棟に、県内最大級の温浴施設、草津湯本水春が開業した。同年9月17日からは、天然温泉の利用が開始された。周辺の環境に配慮して、 太陽光発電設備や夜間に製氷し昼間の冷房に利用する氷蓄熱式空調システムを導入している。これらの設備は他のイオンモールにも見られるが、1モールは東アジア最大級のエコショッピングモールと銘打たれている。また、敷地内には絶滅危惧種植物の水高文字を栽培した里山水蓮を再現している。土球術。 9時22時モールムネスポーツレジャームネテナント専門店の詳細は公式サイトなどを参照。モールムネイオンシネマ編集イオンシネマ草津はイオンエンターテイメントが運営する映画館であるイオンモール草津の3階に入居している。開館当時は株式会社ワーナーマイカルが運営し劇場名をワーナーマイカルシネマズ草津と称していたが 2013年7月に同社がイオンシネマズと合併するとともに社名をイオンエンターテイメントに名称変更ことに伴い劇場名を現行のものに変更したスポーツレジャー棟1階にある ATM コーナーには複数の金融機関により現金自動預け払い機が設置されているこのほか、イオン銀行の ATM が複数箇所に設置されている 地域金融機関その他建設中の施設と工事車両大宮大橋の取付道路及び小岸道路沿いに立地し敷地内には渋滞回避と全車左折での入場を目的とした専用のアクセス道路と信号機が設置されている。近隣にはエディオンケーズ電気パワーセンター、オーツなど多数の大規模店舗が立地している。大宮大橋付近の道路は 開業前より混雑していたため、イオンモール出店によりさらなる渋滞の悪化が懸念されていたが、イオンモール側が約10億円を負担し、県道の車線拡幅、右折左折専用車線の延長、大見大橋有料道路料金所ブース増設、駐車場の連絡地下通路の設置など様々な対策を行った結果、開業1ヶ月前と、 開業3ヶ月後の渋滞延長が大きく変わらない状況であった。なお、東モールの開業後、大宮大橋の交通量は前年度に比べ1ヶ月あたり約4万台増加した。滋賀県南部は京都や大阪のベッドタウンとして近年人口が急激に増加しているほか、草津市を中心とした半径約1 5トル圏内に大小の複合商業施設が多数立地している。 また、東モールの開業前後には、各施設の開業やリニューアルが相次いだほか、さらに2010年6月8日には、京都府京都市南区に4モール京都が、同年7月8日には、竜王町に三井アウトレットパーク、滋賀竜王がそれぞれ開業している。同時期に開業、リニューアルした商業施設、編集あたりモールが開業した2008年周期は、滋賀県南部を中心に、 多数の複合商業施設が開業、またはリニューアルを行っている。主な施設は以下の通り、大和システムが開発し、2008年9月20日に開業。かつてはバロー、2013年9月現在の店舗数は10店舗を切っている。またその後、2014年12月17日に大規模なリニューアルをサムティが行い。 創実商業開発が運営している。あやばが開発し、2008年11月14日にリニューアルオープン。アルプラザクサツ、専門店街、サラ、ディオワールドなどが入居している。ダイワハウス工業が開発し、2008年11月21日に開業。ピアゴ、エディオン及び約100の専門店、大型アミューズメント施設、スポーツクラブが入居している。 2008年11月21日は、イオンモール草津のプレオープンと掘れ落つ人里山の開業が重なったため、周辺道路が混雑した。平和堂が開発し、2008年11月13日に開業。フレンドマート、京葉デイツー及び専門店が入居。平和堂が開発し、2008年11月28日に開業。平和堂及び、 約60の専門店が入居。以下の各路線はすべて、大見鉄道バスが運行している。なお、最寄りバス停は、イオンモール草津である。運行時刻など詳細は、イオンモール草津、またはバス会社の公式サイトを参照。ありがとうございます。